ズのソースカツ丼。どうも、いわきの妹、おこと、おなはま一人暮らしです。私は福島県いわき市に暮らす人よりちょっとお出かけするのが大好きな普通の女の子。さて、今日私はいわきからはるばるここ猪苗代まで遊びに来ております。なんかお腹が空いたな、なんか美味しいものないかな。それでは今日もやってまいりましょう。 Shall we go?そうそう、今日私は磐梯山に登った帰り、もうお腹が空いちゃって、暑さにやられてもうお腹ペコペコです。そして私がたどり着いたお店はこちらのお店、天野食堂さん。天野食堂さんにお邪魔してきました。店内はこんな感じ。甲子園をね、眺めながら、こんな昔ながらのね、メニュー表を見て頼む、そんなスタイル。おじいちゃん、おばあちゃんが一生懸命切り盛りしてくださっております。私は何のメニューにしようかな。あ、これに決めた。すいません、お父さん、ソースカツ丼一つお願いできますか？あはー、美味しい。私ね、福島に来てね、食べるソースカツ丼、これが3回目かな。ソースカツ丼、すっごく美味しいんだよね。こちらのお店は、どんなソースカツ丼なんでしょうか。揚げたて、サクサク、ジューシーなカツ丼の登場です。わー、すっごい。この丼からね、溢れんばかりの肉厚ジューシーなソースカツ丼が、ここ会津のソースカツ丼の特徴なんだよね。じゃあそもそもなんでここ会津でソースカツ丼が名物になってんだろうね。調べてみたら、戦後ね、物が不足していた時代に手軽に庶民のみんなも食べられる、そんなご馳走があったらいいなーって言ったところで、東京にね、美味しいもの巡りに出かけた料理人さんが、うなぎのね、蒲焼きをヒントに発案して作ったんだって。それでは早速いただきます。あまままも、あー、美味しい美味しい。このね、肉厚具合が最高だよね。猪苗代さんのお米と一緒にかき込みます。いかがでしたでしょうか。今日は私、いわきからはるばる猪苗代まで遊びに来てるの。そこでお会いすることができたのは、天野食堂さんのソースカツ丼でした。今日もお兄ちゃんからたくさんのメッセージが届いてるよ。紹介してくね。最初のお兄ちゃん、よしさん、いいね、チャンネル登録 OK です。あ、どうもありがとう、登録してくれたんだね。これからもよろしくね。次のお兄ちゃん、ユーザー UK さん、中通り会津地方の話題が出ると、国道49号で今の水石トンネルができる前の廃道ルートがめっちゃ怖かった思い出がセットになるんですよね。あ、そうだったんだ、出るかもよ、恨めしよ。最後のお兄ちゃん、ムーンブーフォーティーさん、おなはま一人暮らしさん、こんにちは。こちらの動画を見るようになり、船のことはもちろん、おなはま一人暮らしさんのことをもっと知りたくなりました。これからもたくさんの動画楽しみにしています。あ、ムーンさん、丁寧なメッセージ、どうもありがとう。嬉しい嬉しい、こちらこそね、楽しんでいただいてとっても嬉しいです。今日も最後まで見てくれたあなたが大大大大大好き、
また次回もお楽しみにね。また見てよね。約束だよ。バーン。